ティラミス用にコーヒーエスプレッソを落としました。ティラミスはこう乳製品なのでちょっと衛生的にちょっとかなり気を使います。ティラミスといえばもうマスカルポーネチーズ、マスカルポーネチーズが他のティラミス以外に使われるのを僕は知らないので、砂糖を入れの、一通り砂糖となじませたら、はじめ混ぜてあった生クリームを合わせます。ここでマスカルポーネと生クリームを合わせます。先ほど入れたエスプレッソ。これももうほぼほぼティラミスのためにあるようなクッキーです。クッキーっていうサボイアルディっていうクッキーです。もう一回衛生的に手でやります。これは、サボイアルディに浸して、もうびっちょびちょに浸して、で置く。よくあのスポンジ使うところもあるんですけど、ティラミスはサボイアルディ使うのがお作法というか、昔あのやっぱりイタリア料理のレストランもティラミスブームと言われてた時に、まだサボイアルディなかったので、みんなあのスポンジ焼いてました。まずこんな感じです。1段目もうこう2層になります。先ほどのマスカルポーネと生クリーム、はい、これのり塗ります。はい、1段目いきました。はい、また同じことします。はい、じゃあここで2段目、サボイアルディまたエスプレッソに染み込ませたところで、2段目クリームいきます。はい、ティラミスの完成です。ティラってあのイタリア語でティラーレって、あの引き上げるっていう意味があって、ミは私ですね、スは上っていう意味なんですけど、トータルして私をこう上げる、気分を上げるものっていう意味、いいネーミングですね。